はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆さん青逃げはしたことはございますでしょうか。まあ当たり前だよな、ごめんなさい。青逃げした後に実はね、そのまあ青逃げした時に1位になって生存成功最後の一人だで終わるじゃないですか。てか青逃げした瞬間にまあみんなもちろん手離してよっしゃーって喜ぶじゃないですか。じゃなくて今回は、青逃げした後に手を離さずにずっと動かし続けると、どうなるのかというものをやってみたいと思います。要は青逃げ後もずっとなんだろうな、プレイし続けたら、要は暗い画面になってもね、その状態でもやってみたらどうなるのかというちょっと今回検証をやってみたいと思います。はい、だから青鬼に突っ込んだりとか、そのまあ前やってみようと思ったことあるんですけど、青鬼に突っ込んだり、まあ毒霧に入ってみたり、そういうことで、タイマーが減っていくのかとか、ちょっといろいろやってみたいと思います。ということで、じゃあ行きましょう。参りましょう。はい、ちなみに皆さん、今この画面にちょっと待って、すげえな、ちょっと待って、まあ偽物ですよ、偽物、先に言っておきますけど、偽物ですけど、ヒカキンさんがいて、さらに僕がいてというか、僕がいて、さらに下にまた公式の方がいるっていうね不思議な、構図でしたが、違う、この累計ランクで、まあちょっと上の人はちょっとまあ隠しますけど、はい、まあこの強者さん方がいるじゃないですか。強者さん方がいて、なんと、私、あれ、あ、いたマスターでございます。ありがとうございます。はい、対戦成績まだ636しかやってないんだ。意外とやっぱり少ないな、もっともっとやんないといけないんですけど、まあ3459なんでね、あんまりあれですけど、でもまあ累計ランクということで、まあやってない、登録してね、やってない方もいるかもしれないですけど、まあでもちょっと嬉しいなと。はい、ということでごめんなさい、そのご報告でした。ということで、じゃあ行きましょう。あ、ちょっとマシになったかな、お蔵入りと思ったけど、まだ戦えるか。まあまあまあ、一応本番は後半戦なんでね、まあちょっと今安定するまでカットしててもいいかなと思うんですけど、でもどうなんだろう、多分プレイヤーが減ったからちょっとカクつきが収まってんのかな。今これ PC 見ながらだから、めっちゃなんかもういつもの感覚と違うPC 画面ってその別にラグがあるとかじゃなくて、その撮影映してるだけなんで、僕がね下にそのスワイプした時にね 0.3 秒ぐらいかな、ちょっと経ってから下行くんですよね。でも結局まだこれカクついてんな。おお、近くるのはなしにしてくれセニョリータ、本当にやめてくれセニョ、ちょっと来たな、ちょっと待て、おい、やめてくれ。あ、待って、欲しい、あれ欲しいでごじゃる、あれ欲しいでごじゃるな、いやー欲しいでごじゃるぞ、取る、ガスマスティン、ありがとう神様、よし、オッケー、ナスの神様に、祝福を与えられたと、与えられたことにより、トライアングルの青逃げ率が、格段に上がった、でありがとう。来るか、まだ来ないな、大丈夫、いやーこれちょっと瞬間移動怖いから行こう、瞬間移動怖いんで、いやこれ来そう、ここ来そうだな、大丈夫か、どうする、こっち行こう、青鬼が、あっぶねー、じゃあこれね、ベッドのとこでちょっとぐるりとしましょうか。これ以上はもうここだな、ここで戦おう、大丈夫、こんだけ隙間があれば勝てる、いける、もうガスマスか、いや欲しいけど大丈夫、ここで固まってくれればいいけど、素晴らしい、オッケー、よし、いいぞ、ここにいれば私の勝ちだ、いいかお前ら、俺のとこに来るな、やめてくれ、みんなして僕のとこに来ないでくれ、やめてくれ、ちょっと、ここにいれば何の問題もないのだよ、大丈夫、ビビって動くのが一番いけない、ビビって1マス5ぐらいまでは避けれるから、1マス5ぐらいだったらいける、大丈夫、ここだったらまだいける、私に標的を集めましたか、いやー厳しいな、ちょっといけるか、いや大丈夫、まだいける、これだったらまだマイケル、オッケー、まだマイケル、あー、待ってしまった、ガスマスク使っちゃったじゃないですか、パニック、ちょっと待って、本当に焦んな、大丈夫、焦るね、おばかやっちゃったかな、これ大丈夫かな、どうかな、そのまま青逃げのまま動いていくぞ、これは負けたな、ちょっと待って、まだ、あー、どうだ、これ多かった、よしよし、動いてる、動いてます、動いてます、動いてます、あー、取れた
や、でも青逃げの後動けた。やった。でもあれか、その毒切りが結局来ちゃうから無限に勝てる、無限に動かせるってわけではないんだね。そのなんだろう、まあ、もしその青逃げした時に全然毒切りが回ってなかったとか、ボット部屋とかだったらできるのかな。ボット部屋とかで、そのボット部屋だったらね、毒切り入る前に結構もうすぐやられる。プレイヤー部屋だとやっぱり皆さんやられない、うまいから、青鬼ではやられなくて、だいたい毒切りでやられるみたいな感じだから。さあ来た。公式のマークの方はおりませんね。あ、でもマスターの人いるな。この、あ、マスター二人いる。なるほど、なるほど。この、もう6日 ?6 日経った、6日か。6日ぐらい経った状態で、マスターはなかなか強いですよね。いや、ちょっと、これは、何が何でも青逃げしたいところですね。行きましょうか、ソロでは。ちょっと待って、いけるか、開幕まで、オッケーオッケー、いけそうだね。ちょっと、やっぱり重いな。で、しかもここがまた、まあ、さっき青逃げできたけども、最高じゃねえか。やむかみちゅう、行くぞ。よし、行きましょう。よし。今、すごい、今、男らしい。今、僕は掛け声をしたつもりだ。どうだ、みんな。今の心で、なんか、いい言葉が浮かばなかった。今、もう本当に自分で言ってても寒気したな。だって、あれ、皆さん想像してくださいね。今、こうやって実況を、なんだろう、この、まあ、皆さん見てる側じゃないですか。で、僕はすごい楽しくやってます。でも、想像、第三者。その撮影している第三者になって見てみてください。例えばですよ。まあ僕が、まあ僕一人暮らしですけど、例えば実家暮らしだとします。その時にお母さんの気持ちになってください。扉をそっとなんか声が聞こえる。トライアングル、なんかトライアングル、なんか声が聞こえる。どうしたって言って。ちょっとお父さんちょっと呼んできましょう。なんかもしかしたら、なんか大変なことになってるかもしれんって見るじゃないですか。そうした時に、ガスマスティング、ホワーとか言ってたらどうします？そのパソコンの前で。画面一人で。そのなんか、その誰かとね、喋ってたら別ですよ。あの子大丈夫かしらって、なんかほんまに あの子大丈夫か、ちょっとなんかどっか連れてかんくって大丈夫か、ガスマスティンみたいな感じでやるんですよ。27ですよ。20、あ、どうもこんにちは、トランクと申します。27ですよ。で、なんか、あ、やれ、あの YouTube やってんだって言うじゃないですか。逆にさらに心配されますよね。あ、そう、 YouTube だったのならいいわとはなんないよね。大丈夫かあいつはみたいな。YouTube、あれだろう、今流行りの YouTuber というやつやろみたいな。まあ僕の場合はね、まあ親は知ってるんでいいんですけど、はい。最初反対もされなかったな。姉に、なんか、ね、なんか一人で喋って、きっしょとは言われましたけど。一人で喋ってて、あれか、その頃はゆっくり実況やってたから、なんかゆっくり実況を否定されてたけど、ね、今思うとね、その、あの頃をけなしてごめんみたいな感じで言われたけど、ああ、ちょっと待って、今回これ毒切りどこじゃっしゃろね、上か今回。あー、まあ危ねー。今やられそうになりました。ここですね、多分最終地点。じゃあここでちょっと、あこうやっていきなりどんどんさ、ナスが生成されていくのはよろしくないと思うよ。ここは何かな、青鬼のスーパーマーケットかな。何言ってるか分かんないっすね。とりあえずこれ来る、来ない、 OK。 ここに要塞作ってもいいけどね。作る、はい。こっちから入ってくる人を塞ぎます。いや、これ自分の首絞めてるぞ多分。いや、でもなんか分からずに、あの、ほらごめんね、あの多分今見かっていう人、多分僕の策略にはまった人だと思うんだわ。あれ、牢屋中から外からだと見えないんで、あれ入れ出れ、あの、通れない通れないってなるんですよ。これかわいそうなことしちまったな。やっちゃ、あ、やべ、ママって人もやばいぞ。あれ大丈夫か。あ、入れた、 OKOK。 なんで入れた。逆に聞かせて、なんで入れた。これだ、なんか大丈夫かな、自分の首を絞めてないかな。これ今、キワウニだったら僕今やられてましたからね。今、本当にダメなプレイングですからね。あー、これもう一周できる。もう一周したら、あー、もうこれもう一周できるな。もう一回回れる。もう一回回れるから、ここもう一周するじゃないですか。もう一周した。あー、無理か。あー、無理かも。あ、これもう一周できないかも。あ、できる、できる。オッケー、オッケー。宝箱取っておきましょう。取れだけ取って。オッケー、ロラスケッチ。オッケー。あとはここでぐるぐる回ります。ここで戦おう。よし、行くぞ。さあ、ローラースケートが出てくれればすごい嬉しい。うん、青銭10倍。さあ、行くぞ、行くぞ、行くぞ、2連続青逃げ。おー、危ねー。大丈夫、ここで回れば何も問題ないもん。でも狙われ続けるのは聞いてないぜ、セニョリータ。
大丈夫ですね。これでみんなガスマスクを消費するはず。そして私がここでガスマスクを回収して、まあローラースケート、オッケーオッケー、いいですね。わっ、こわっ、シーズンで、そろそろここら辺にいましょうか。ガスマスクみんなないよね、多分ほとんどみんな消費しているはず。よっしゃ来たか、オッケー。さあこれ動き続けるぞ、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 動き続けるとどうなる、これ動き続ける、動き続ける、動き続けろ、大丈夫、動き続ける、動き、ほら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 、動き続けれます、動き続けることができるのです。どうでしょうか皆さん、この状態でちょっと青鬼に、青鬼に当たってみよう、青鬼に当たってみるぞ、青鬼に当たるぞ、青鬼に当たるぞ、青鬼に当たると、やられない、あ、やられた、やられた、やられた、あ、でもこれ毒であれかな、やられたのかな、できた、しばらく生きれたぞ、生きりと、ありがとうございます、やったぜ。はい、ということで、今回は、まあ、青逃げした後にしばらく、青逃げした後も動き続けると、果たしてどうなるのかということだったんですけど、まあ、青鬼にあれ触れたかどうか分かんなかったんで、ちょっとあれだったんですけど、まあ、しばらくずっと動き続けることが結局できましたね、やられるまで。だ本当にボット部屋に入って、ささっと、もう、ボット部が倒れてくれて、いっぱいまだ毒切り動いてますって時にずっとぐる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 回り続けたら一生、もしかしたら一生っていうか、そのね、本当にずっとしばらく動き続けれるかもしれないですね。よかったら皆さんやってみてください。いや面白かった、はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっとカクつきがあったのが申し訳ないんですけど、まあ2連続青逃げできたんでね、まあよかったと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした、バイバイ。